はいどうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのはエンリセットで、今回はモスカーキャンペーンでソ連側を使いまして、モスカーキャンペーンとは一体何ぞやみたいな話をしていきたいと思います。はい、バーチグローブですね。バーチグローブの進行モードですか。この前の大型アップデートで追加された新マップですね。でですね、今やってるモスカーキャンペーンなんですけれども、公式ホームページによりますと、このモスカーキャンペーンはですね、1941年から1942年のモスクワ周辺の戦いを描いたものという風な感じで、記載されてるわけですね。で、私の予想ですと、おそらくですね、このモスクワキャンペーンは1941年の9月以降から、おそらく1942年の早い時期までの戦いを描いているようです。よし、まあそのあたりのね、根拠の方もおいおい説明してはいくんですけども、ちょっと忙しい。よし、で、まあその根拠なんですけれども、何あんなところに。よし、お邪魔します。まあその根拠なんですけれども、まずですね、そのモスカーキャンペーンのマップの方にボロコラムスクというね、でかい修道院のね、マップがあると思うんですけれども、このボロコラムスクの戦いというのが、1941年の12月で終結してるんですよ。記録によりますとね。で、この1941年の12月に何があったかと言いますと、危ない。よし、なんとかあった。で、何があったかと言いますと、バルバロッサ作戦が失敗したあたりなんですよ。ナイファーがいたか。ナイファーがいましたね。バルバロッサ作戦が失敗した年でもあるんですよ。1941年の12月というとね、台風作戦によるモスクワ入りが失敗して、結局、バルバロッサ作戦全体が失敗で、終結してしまったみたいな、そういう時期なんですね。なのでおそらくですね、このゲームの大半のマップというのが、その1941年の12月あたりだと思います。そのあたりを舞台にしたマップが多いのかなと思いますね。あとですね、この前ね、紹介したベルリンマップと違って、かなりですね、モスクワキャンペーンの方だと、そうですね、架空というか外人エンターテインメントの方で、作ったオリジナルの地形が多いのかなと思いますね。さっき言ったね、ボロクラムスクの修道院の話も使うんですけれども、修道院とね、実際ボロクラムスクにある、修道院って結構ね、規模が違うんですよ。大きさというかね、塀の高さとかも多分違うと思うので、なのでかなりそういったところでオリジナリティがあるのかなと思います。もう分かりやすい例で言うと、ベロエコですね。ベロエコというね、マップがあるんですけれども、そのベロエコのマップってね、かなり湖がちっちゃくね、モデリングされてるんですよ。ちょっとした湖ですよ、みたいな形の、マップなんですけれども、実際のベロエコというのはですね、直径40キロくらいある大きな湖でして、なのでかなりね、オリジナルの地形と比べて、このエンリステッドの地形はかなりデフォルメされてるみたいですね。縮尺されてしまってるみたいですね。なのでちょっとね、そのあたりが実際の地形とマップは異なりますよ、みたいな、そういうものなんでしょうね。で、あとはですね、今現在やってるのはバーチグローブという名前の、マップなんですけれども、見ての通りね、雪がかなり残ってるんですよね。なのでおそらく冬ですよ、冬季の作戦だと思われるんですけれども、バルバロッサ作戦が失敗して、多分春前かな、1942年の春前までが、正確なところなのかなと思います。1942年のね、6月になるとドイツ軍はブラウ作戦を発動しまして、いわゆるスターリングラードの戦いが、始まるわけなんですけれども、そこまでは行ってないと思いますのでね。
なのでおそらく1941年の9月以降から1942年の早い時期ですね。そのあたりがこのモスクワキャンペーンだと思います。よし、スタート。はい、よしね、まあそのあたりですよ。あとはマップに関してもかなりね、架空のマップが多かったりもするので、マップを特定するみたいなことは難しいですね。1941年の終わり頃というとね、本当にもう泥沼の戦いが始まりかけてる時ですよ。ソ連とドイツでね、もうお互い膠着状態入っちゃって、でもお互いもいたずらに兵力と物資を失っていくみたいな、そういう時期が舞台ですね、このモスクワキャンペーンは。あっ、杭がすげえじゃん。何何、ダメ、今のダメ。まあ、そのあたりの泥沼の戦いを描いたのが現在のモスクワキャンペーンだと思われます。このバーチグローブのね、舞台になったね、村が焼けてるじゃないですか、ね、やっぱりこの時のね、ドイツとソ連の攻防でね、かなりのね、村が消えてるんですよ、事実上。壊滅というよりも、事実上本当に消滅ですね。そういうことになってるんで、そのあたりの舞台に、消えた村ですね。消えた村が舞台になってるのかな、今のこのバーチグローブは。さてさて、ということで、まあ大体ここまでゲームを進めてきたわけなんですけれども、だいぶ味方が強いですね。今回は味方がかなりガンガン前に出てくるので助かりますね。ここいいですよ、スタート。よし、だいぶね、味方の方がガチガチに守れてるんで、いいですね。今回の味方強いな。なあ、ダメか。はい、OK。よし。さて、どうしたものかな。とりあえず、真正面から行きますか。正面戦力がちょっと足らんので、私の方が補いに行きましょう。このね、バーチグローブのね、マップって結構フォーラムの方では賛否両論なんですよね。やっぱなんかね、家の中暗いんですよね。このね、以前もなんかね、建物の中暗いみたいな話をしたら、ね、コメント欄の方でバグですよみたいなことを教えてくださってありがとうございますね。やっぱりバグなんですよ、しかもただでさえね、なんか夕暮れ時じゃないですか、このバーチグローブって。で、夕暮れ時なんで、ますますね、建物の中が見づらいということで、ね、屋内戦が結構めんどくさいんですね。なので、あんまりちょっとそのあたりがダメみたいなことを言ってる方が多いのかな。わからんでもないですね。暗い屋内戦なんてね、かなりストレスフルですからね。まあ、ちょっとね、見えないんでしょうがない、味方に任せましょう。よし、なんとか。さてさて、どうしたもんか。味方がね、周り固めてるっちゃ固めてるんですけれども、さっきからちょこちょことね、なんかむこうかな、向こうの方からちょっと来てるっぽい気がする。ビーコン置かれてるっぽいか。ちょっとね、向こうか、側面からかなり来てますからね。やっぱりビーコンでしょうね。おっとっとっと、危ない。燃えながら来やがった。さてさて、困ったな。まあ、このままね、現状維持できれば、ここは私たちの、ソ連の、祖国奪回なんですけどね、領地奪回。よし、あーくそ、よし、やっぱ来てたか。おっとっとっと、よし、なんとか大丈夫。さてさて、ダメか。
よし。うん、いいですね。さ、かなり入ってんな。かなり入られてますね。どこ？よし、と、つく、ね、目の前で作られた。とりあえず内部に侵入してしまいましょう。全然見えない。そんなとこいた、全然見えなかった。誰かナイトビジョンください。ここいいですわ。さて、結構来てるの。もう一押しなんですけどね。もう一押しなんですが、さて、どこから入ろうかな。この辺お邪魔します。お邪魔します。よし、いいですね。あと一押し。よし、とりあえず、OK。じゃあ次ですね。そういえばね、多分喋ってなかったと思うんですけれども、あのね、このマップですか、モスカーキャンペーンのね、マップ、舞台になったマップって、大体はですね、モスカーの西、もしくは北側なんですね。その辺りを中心にしてるので、本当にね、もうバルバロッサ作戦失敗した時期ですね。ドイツのもう補給線が伸び伸びきちゃって、で、ソ連の方でもう人材不足、あとは武器不足ですね、兵器不足に陥って悩んでる頃ですね。そのあたりの舞台なんですね。よりによって。よりによってね、なんかほんとそういう、もういかんともしがたい、泥沼な時期を舞台に選ぶっていう外人エンターテインメントのね、この屈折した。屈折したセンスですよね。一応ですね、1942年という表記もあるので、もしかしたらね、そのうちスターリングラード戦線なんかのね、有名なロケーションというかマップが来るかもしれませんね、まあ来ない方が嘘でしょうっていうようなところもありますけどね。このね、外人エンターテインメントってロシア企業ですからね、東部戦線においてね、最も激戦であり、最もソ連側にとってね、華々しい勝利とも言えた、華々しいかどうかわかんないんですけどね、まあ象徴的なね、勝利となったスターリングラード戦線がね、実装されないなんてことは多分ないとは思うので、まあそのうちね、来るとは思うんですよね。フォーラムの方でもね、定期的に上がる話題ですよ。スターリングラード戦線の実装まだですかみたいなね。ボルガ川渡河作戦とかね。ボルガ川渡河作戦とかね、本当に象徴的ですよ。ね。ソ連のノルマンディと言われている、ボルガ川渡河作戦でね、お前は銃、お前は弾みたいなこととか。そのあたりまで再現された地獄ですけどね。味方がかなりグイグイ前に行きますね。だったらこの辺に置いといた方がまあいいかなとは思うんですけど、とりあえずは一応この辺り作っておきましょう。で、もしうまくいくようだったら、もうちょっとね、奥側に作りたいといえば作りたいかな。多分この辺り支援方位に飛んでくると思うので、すぐ壊されてしまう気がします。さて、この辺りが最前線ですね。どうなってんのか。あんなとこに戦車か。あった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 。あんなとこに戦車張ってんのか。よし。あ、これ、あ、これ味方だ。ちょっとあの戦車ぶっ飛ばさないと厳しいですね。あ、張られてんな。くれ。さて、ダメか。ダメっぽいな。もうちょっと近づきたいところだな。けど結構奥まったところにいるんで、かなりいいところ。あ、味方味方が登ってますね。嫌がらせ攻撃をしてる。くらえ。サード、ダメか。うーん、足は止めましたね。足は止めたので、とどめを刺さんといかんでしょう。誰かやってくんないかな。
困った困った。ね、あそこの戦車はちょっと嫌だな。本当ぶっ飛ばさんとダメっぽいので、やってしまいましょう。行くしかない。ぽいですわ。サード、よし、なんとかった。こっから入れるのでは、入れてしまうのではと。よし、お邪魔します。いいですね、味方が結構入ってるとか。よしよし。ん、あ、これ敵、あ、ちょ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 、あ、これ敵が相変わらず暗いんで全く見えないね。いいですね、敵の攻撃もかなり散発的か。このまま行くと取れたのではなかろうかと思うんですけれどもね、うん、まあこんな感じですよ。モスクワキャンペーンは本当に1941年の終わり頃から1942年の初め頃でしょうかね。そのあたりのね、ドイツとソ連が結構グダグダになってしまっていた時期が現在のところのモスクワキャンペーンだと思います。はい、うん、まあね、もうちょっとね、とっとっと、あ、勝ちましたね。まあね、もう少し、まあ、アップデートとか進めばね、1942年の、まあ、ブラウ作戦ですね、6月の作戦ですか、以降が実装されて、スターリングラード戦線とかね、あとはハリコフの戦いとか、まあ、そのあたりも来るかもしれないので、ね、どうなるかなと思うんですけど、いや、さすがにハリコフは来ないかな。あそこウクライナですしね、うん、まあこんな感じの成績でした。まあ多分ね、本当にそのうち来るとは思います、スターリングラード戦線ね。まあ来ない方が本当におかしいっていうレベルなので、うん、モスクワキャンペーン今のところはね、1941年から1942年という表記なんですけれども、まあこの前ね、ベルリンキャンペーンの方でゼロコーチがね追加されたじゃないですか。ゼロコーチはね、厳密に言うとあのベルリンキャンペーンとはちょっと言えないんですね、うん、ただまあ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 、そのあたりはねっていう形でかなり曖昧な状況ではあるんですけども、まあそれでもゼロコーチがね追加されたということは、まあ歓迎すべきことですからね、うん、そんな感じで、まあこのモスクワキャンペーンにもおいてのね、1943年までのね、うん、スターリングラード戦線が追加されてもそこまで不思議ではないかなと思いますね、うん、まあ何はともあれね、現在のところモスクワキャンペーンはおそらくバルバロッサ作戦の終末期ですね、タイフーン作戦が失敗するしないのあたりから、多分1942年の、まあ、最初期ですね、うん、1月2月そのあたりまでが舞台となっているようなので、まあそのあたりを意識して、実に没入感を没入感を高めてプレイしていただければよろしいかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。